アナキンは。俺はマリオ。そう、このマリオメーカー2のコースである探し物をしているんだ。それは10枚コイン。俺は10枚コインを見つけるまではコースをひたすらクリアして、とにかく10枚コインを見つけるまではやめられません。ということで、マリオの10枚コインチャレンジ始まるよ。さあ行ってみよう。まず第1コース、ヒヒ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 ヒ、すごい火だな。火がいっぱいあるな。10枚コインがあればいいんだが。さあ、いやー、これいきなりキラーキラー来たね、キラー来たね、キラー来たね。すごいね、これマグナムキラー。あぶなぶな。さあ、ここは P のこの風船だね。風船マリオでどこまで行けばいいんでしょうか。10枚コインがあればいいんだがな。10枚コインを探してるのも忘れなく。おっと、ここには何かアイテムが必要なのか。コイン、コイン系か。コイン系、もしかして何かいるのか。この先に何か。あ、ゴールだけ。終わり。やったぜ。とりあえずクリア。オッケー。オッケーなるか。俺が探している10枚コインは見つからなかったけど、まあとりあえず無事にクリアできたということで、オッケーだろう。いいね。なかなか面白いコースだったぞ。こういうコースもありだ。さあ、次次次次行くぞ。どんどん行こう。さあ次、まあ一応これ、なんだっけ、どこまでマリオチャレンジの簡単でやってます。簡単、簡単な方が10枚コイン見つかるかな。いや、あんまり関係ないだろうけど、雪の中でタケコプター、やっと10枚コインを見つけろって出てきた。10枚コインをすべて3枚取ってからゴールだって。やばい、いきなりチャレンジ達成ですけどマジかー。俺の運すごい運だ。ただ10枚コインを見つけないといけないんだな、このコースで。さあ、10枚コインを見つけてこそだぞ。クリアしてしまうと、クリアしてしまうどころか、10枚コインを見つけないとクリアできないわけだな。まさに俺のこの10枚コインチャレンジにうってつけのコースじゃないか。さあ、どこにある。くまなく探していこう。ここら辺にはないみたいだな。さあ、500秒ある。じっくり、ドッキリ、ドッキリはいらない。じっくりじっくりじっくり探していきたいところですね。ああ、何これ。おっと、10枚コイン発見。マジで俺10枚コインチャレンジいつまでかかるかわかんないなと思ってたけど、俺のこのマリオ運が今日はバッチリ冴えてたみたいですね。2コース目にして10枚コインをもうゲットできる。さあ、ドリル、マリオドリルこのプロペラレンチャーのマリオに壊せないブロックはない。最高、ゴーゴー、ラララララ、ツゴー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 。俺のプロペラレンジャーのマリオドリル。さあ、パタパタクリボー、クリボーじゃねえなパタパタ、赤パタパタだな。いいぞ、倒してやった。さあ次、おっと、あったぞ。2枚目を発見した。ビー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 、マリオレーダーが発見した。マリオレーダー発見。さあ、こっからいける。よし、いいぞ。こっちの奥に何かあるのか。なんだあれ、謎の棒がある。行きたそうで行きたくない。行っても何もないかもしれないしな。あまり気にしなくていいかもしれない。さあ行くぞ。さあ、ここに、よし、なかなかいいよしじゃないか。いいぞ、かき棒も楽勝で倒していける。倒すつか食べていける。さあ、よし、かき棒を食べて大きくなるんだ。大きくはならないね、これ以上大きくならないね。はいはい、分かってるよ。さあ、マリオレンジャー、見つけた。俺のマリオレーダーがプンプンしてると思ったらこんなところにあった。10枚コインゲットで、これでクリア完璧だ。さあ、上にも何かあるかもしれないしな。謎はいっぱいある。あー、いかん。なんと、プロペラがなくなってしまった。俺のプロペラがなくなるってことは、行きたいところに行けなくなる可能性もあるじゃないか。あれ、なんだ、あの土管はなんだ。そしてこっちの道は一体なんだ。いろんな道があるな。気になる土管があるけど、あ、そうか。ここは土管は入れないのか。そうなるな。よしよし、一緒に行こう。プロペラがなくなった今、君のパタパタヨッシーの力が助かる。パタパタっていうの、これほら、ウェーってやつな。よし、行くぜ。ヨッシーがもう まさかの2匹。いいぞヨッシー、1匹でも十分強い。俺のヨッシー、イエイ。いやー、マジでこれはすごいことになってな。10枚コインはゲットしてしまいました。コースクリアということで、見事に10枚コイン達成早かったな、これ。いや、10枚コインが出てくるコースなんてなかなか出てこないんかなと思ってましたけど、こんなにあっさり見つかるとはな。私としたことが、このチャレンジ、こんなに簡単にクリアできると
思いませんで、おおおおお、噛んだね噛んだね噛んだね、思いませんでした。ということで10枚コインチャレンジは実際に成功したんだが、まあもしかしたらな、10枚コインチャレンジに成功できない人もいるかもしれないんでな、俺が10枚コインを取れるコースを今から作ってやるよ。これでね、10枚コインを確実にゲットできるようになるから、まあ10枚コインのコースね、もしよかったらこれ今から作るんで遊んでくれよ。ということで、まあそんなに難しいコースにするつもりもないし、さあ10枚コインをまずね、どういう風に取るかだよね。そうだな、せっかくなんで10枚コインをあれだな、10枚コインまずこれな、10枚コインこれが必要なわけですね。でこれを条件にできるのか、これだね、10枚コインを取ってからゴール、こういう条件にしといて、そしてこの10枚コインをさらになんとこのレンガブロックで囲んじゃいます。これじゃあ10枚コインが取れないね。今のこの小さいマリオのまんまでは取れないぞ。さらにそうだな、せっかくなんで下からはちょっと壊せないようにしておくか。下からは壊せないぞ。でもちょっと上に行きやすいようにこのブロックをつけといておこう。さあこうなれば、要するに上からしかヒップドロップで壊せないわけだね。このヒップドロップで壊す爽快感をちょっとね、味わってほしい。あまり壊すと上に行けなくなっちゃうか。これでいけるか。とにかくこれでジャンプが足りるかどうか、チェックチェック。ここってこうしゃがんだらいけんのか、いけないか、さすがにいけないか、さすがにいけないな、遠いな、高すぎるな。了解。さあここの調整をしよう。じゃあ、いけるように、いけるように、まあ横にね、こう少しだけ、ここら辺だな、ここら辺いいね、 ここの軌道が見えてるね、これいいね。まあここら辺だったらいけるでしょう。2回ジャンプすればいけるんでね、このブロックを壊さないようにね。さあそしたらこの前の方に、そうこれがミソです、今回の。あと後ろの方に、後ろの方っていうの、前の方っていうの、こう先に進んでもう一回戻るという手法で取ってほしいアイテムを、そしてこのちょっといびつなぐちゃぐちゃ板、さあこっからこう伸ばして、まだちょっとね、もうちょっとだけコースで遊んでくれよ。下に行くと奈落の底だ、落ちてしまうぞ。落ちるな、これを見てる人はもう落ちないよな。そうだね、見てる人は落ちないようにできるな。ただ小さいままだとスッと行っちゃうからね。さあもうちょっと先に行くか、もうちょっとだけ行こうか。そしてこの床をどんどん伸ばしていく、伸ばしていくと、さあアイテムだな、アイテムがどうしてもいるからね。アイテムはそうだね、スタンダードにキノコと行こうじゃないか。キノコをそうだね、ハテナブロックに入れよう、さすがにね、ハテナブロックに入れちゃいましょう。ここにね、優しくあるよ、ここにね、わかりやすいね、いいね。ただこのキノコをね、単純に取るにはやっぱりもったいない、敵がいるんだよ。だから敵には気をつけろ。最大の敵はハンマーブロスだ。さあこのハンマーブロスを倒さないとこのキノコが取れない。さらにこの中間にも、ちょっと待ってね、中間の方にも敵をいくつか置いておこう。そうだね、ピョンチューなんかどうだ。ジャンプしていっちゃうと危険だぞ。そしてせっかくなんでな、もういろんな敵をバラバラ置いてみるかな。さあ他にはまだいるからね。他にはじゃあそうだね、ブリボー、こんなぐらいでいいでしょう。そんなに難しくはしたくありません。ただこの敵をかわしていかないとこのキノコが取れないからね。そしてゴールをすると、だから一回戻ってまた行くって感じですね。
この10枚コインがどうしても必要になるからね。さあこんな感じで10枚コインをゲットできる、そのためのコースだ。さあ行くぞ。とりあえずこれでじゃあ実際に遊んでみるぞ。ここら辺はねもう行けないっていうのは分かってるんで、俺は行かないぞ。そしてクリボー、まあここら辺はね倒しても倒さなくてもどっちでもいいぞ。もしかしたらこれが役に立つかもしれないな、あのハンマーブロスを倒すのに。まあここはねまっすぐ行くと落ちちゃうからね気をつけな。さあピョンチュー、ピョンチューはねちょっとジャンプしてもいいように、あの1個下に下げてるからな、そんなに難易度は高くない、簡単にしてあるからな、みんないけるはず。おっとほらねハンマーブロス、あいつが厄介だな。あれがずっとあそこにいるのか、そうか上がないからもうずっとあそこにいるんだな。このコーラが役に立つかなっていうのはこういう感じで倒せるぞ。横からアタック踏むより簡単だ。そしてこのキノコを取ってゴールはできない、もちろん分かっている、俺が作ったコースだからな。そしてピョンチュー無視しても、あまたノコノコちゃん復活、さらにクリボーもいるけど無視して、さあここだね、ここの上に行けばいいんだよ。どっちから行ってもいい、こっちから行ってもいい、こうやって行けるように簡単にしといたからね。さあこれで10枚コインゲッチュー。さあここから脱出したらあとはゴールを目指すだけ、これは簡単だろ。でもちょっと難しいかな、難しくはないけど簡単かな。さあどっちだろうね、どっちだろうね。さあここはもうてっぺんまではいけないね、いけないけどこれでクリア。さあこんなコースだ、10枚コインを取るためだけのコースだからね。これをじゃあアップしておこう、セーブだね、セーブ、正しくセーブ。じゃあここにセーブして、そうだねタイトルね、10枚コイン、の、コース。これでどうだ？コース。わかりやすい。非常にわかりやすい。さあ、こんな感じで。実際に、あのコースは、このアナケナの ID で検索してもらえれば遊ぶことができるから、10枚コインがどうしても取りたい人はあのコースで10枚コインをゲットしてくれ。ハンマーブロスにだけは気をつけろ、そんなに難しくはないと思うから何度もチャレンジして絶対にゲットしてみてくれ。いやしかしあの10枚コインチャレンジがね、あんなにあっけなくクリアできるとは思わなかったけど、俺の10枚コインチャレンジのコースもぜひ遊んでくれよ。ということで今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしく。他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまた、バイバイ。